ショーとは、借款法における体積、容積の基準となる単位である。10号が1章、10章が1ととなる。その量は、時代や地域により異なる。日本では、メートル法採用後の1891年、明治24年に、立方メートルを基準にして一章を立方メートルと定めた、口述。これは、約リットルに当たる。 中華人民共和国では、1小イコール1リットルと定義し、また、SI 単位としてのリットルにも、小の字を当てている。一応区別のために、前者を師匠、後者を後者と称するが、同じ値であることから単にマスと呼ばれることが多い、姿勢も参照。マスは、もともとは両手で救った量に由来する、身体弱であった。当時のマスは 200ml 程度、 現在のマスの十分の一程度であった。それが時代とともに大きくなっていき、現在は元々の量の十倍程度になっている。小という文字は、被釈の中に物を入れた形をかたどったものである。そこから量を測る、マスの意味、およびそれによって測られる容積の単位を意味するようになった。これとは別に、被釈で物をすくやげることから、登るの意味もある。あとに、 容器の方は、章に基辺をつけて、マスと書き分けるようになったが、実際にはあまり区別されていなかったようである。常実のように、一章という量があって、それを測るマスが作られたのではなく、先に物を測るマスが定められ、その量が章と定められた。真の化量の測定により、当時の一章は約200センチメートルであったと推定されている。つい。 等になると旧来とほぼ同じ200センチメートル程度の小マスとその3倍の大マスが定義された。等以降は少量症は使われなくなった。等以降も一生あたりの体積は増大し、明、清には1リットル余りになっていた。1929年に制定された姿勢では、一生は正確に1リットルに等しいと定義され、この値が現在も使われている。 日本において、小という単位は、大法律量にまず見られる。日本では、当時の塔のマスを導入し、大マスを約0.71リットル、新京商の約0.4倍、その3分の1の小マスを約0.24リットル、同0.1倍としたとの説がある。以上を含め、奈良時代のマス量については、江戸時代の学者によるものをはじめ各種の説があるが、 いずれも、律や、例の記述と中国の土量衡制度からの推定に、過ぎなかった。しかし、沢田五一は、奈良時代の国葬の大きさから割り出し、当時の一国として2800リッター放水を得た。当時使われていた尺度から、現在のマス量に換算すると、当時の一章は、現少の0.4章に当たる、沢田五一、奈良朝時代民生経済の数的研究。 復刻歌詞は書房。現在、最も信憑性の高いと信じられているマス量である。律量制の崩壊につれ、各国、後に各地の荘園で勝手なマスが使われるようになった。御三条天皇は荘園整理を断行し、その一環として1072年、後に遠急戦時マスと呼ばれる皇帝のマスをめた。この量についてもよくわかっていない。文献的には、 現象の0.6270、イロハザ類ーザルイ、小、0.8223、アズマ森吉書領注文案裏書き、0.4932、ウルーセとする記録が残されている、宝月慶後、中世良性子の研究、昭和36年、吉川博文館。宝月はこのうち、イロハザ類ーザルイ症による0.6270を、最も信憑性の高い数値としている。重四寸、 深さ2寸32リッターホース寸のマスで0.81リットル新京マスの0.245倍の溶石とするのは鎌倉末期に成立したウルーセによるものであり、これは本文で漢字戦時となっており、延久年間に戦時賞が出されたことに明らかに反しており、信用できないとする。ただ、個性を復古したはずだとする説によって、これを採用する研究者もおる。 小泉家佐勝、図解単位の歴史辞典、柏書はただ、方月による0.6270も、尺度を中世に普遍的に使われた曲がり金として計算しているが、イロハーザ類衣は遅くとも、平安末期には成立してい,いので、律量弱は、曲がり金の0.97に当たるので減少の0.5722、小に当たるものと推定される。平安時代末期から、 鎌倉時代末期頃まで、京都から関東、九州まで戦時章による文献が見出されているが、どの程度普及したかは明らかではない。南北朝時代以降は、戦時マスの検定がほとんど行われなくなり、各地でその地域だけで通用するマスが作られた。しかし、商業の活発化は、おのずと市場で共通するマスを生み出すこととなった。これが、見せマスとか、 町マスと言われる商業省であり、これは新京省よりやや小さく、故郷省に近い量を持っていたと考えられる、高月敬語、前経書。奈良においては、幸福寺が標準となるマスを肯定していたため、新京マスの0.8程度のマスが市場で使われていた多母に日記。これは奈良における状況を示したものであり、これを京都もしくは全国にまで広げるのは誤りである。 織田信長からと豊臣秀吉へという全国統一の流れの中で収める年貢の量に直結する賞を図るためのマスを全国共通のものにする必要が生じた。織田信長は当時使われていた十号章を肯定して標準的取引マスとした。元気二年に半マス、発行者の顔を描いたマスを利用する記述が初めて現れ、これ以降、 ソドーマスの記述が急減していくことから信長によるマスの工定が裏付けられる。天正十四年十月、豊臣秀吉の代官、中坊言語は、旧来ならで使われていたマスの使用を一切禁止し、新たなマスの使用を義務付けた。この新たなマスは、京都を中心に使われていたマスであったことから、京マスと呼ばれた。後の新京マスと区別するために古京マスとも言う。京は、 重横5寸、深さ2寸5分で、62.5立方寸、溶石は1.74リットル、新京商の0.964倍であった。1669年、江戸幕府は、江戸を中心に使われていた、江戸マス、古京マスと同じ量を廃止し、古京マスより少し大きい新京商の採用を命じた。新京商は、重大四寸九分、深さ二寸七分、 1> 約1.8039リットルであった。一説には縦横が1分減り、深さが2分増えたのだから体積は変わらないと思わせて、実は体積が約3.7%増えているという策略であるとも言われる。江戸幕府は江戸と京都にマス座を置いてマスの大きさを厳密に統制したので、江戸時代の約300年間大きさの統一が保たれた。 新境省による一章は、重央十九分、深さ二十七分であるので、四十九分四十九分二十七分イコール、七三立方分イコール六万四千八百二十七立方分となる。この数字は、武者船、虫や船と、語呂合わせで覚えられていた。1875年、明治八年、明治政府は、新境省の体積を、 皇帝のマスの体積と定めた。メートル条約批准後に制定された土量工法で、メートル法に基づいて一尺は10、33メートルと定められ、分は差しの100分の1であるので、新教授の体積は前項の通り7三立法分であるので、となった。1959年、計量法の施行により、 同法の規定する以外の単位の使用は規制され、マスは公式には使用されなくなった。ただし、今日でも、日本酒などの一部の種類は1.8リットル単位で取引されている。約1 8リットルの液体が入る瓶は、一生瓶、と呼ばれている。一方で、米の取引はキロが主体となったが、白米一号が150グラムであるので、米一生は1.5キログラムである。 米 1, 1キログラムは約 6.65kg。スーパーなどでよく売られている5キログラム詰めの米袋は約3.3章である。上記の通り、章は、ますとくんずる。また、午号は2分の1章に当たるため、2章午号を、ますます繁盛、ますます繁盛と半字読みを行う。しばしば、湯飲みなどに、春夏2章午号冬と書いて、飽きない、飽きないますます繁盛の、 縁起物とされる。また、一都が五章の倍に当たることから、一都二章五号と書き、五章倍少々半章と介して、五章倍ますます繁盛と洒落として読むこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。